テイヤ、いつまでこんなことを繰り返せばいいのかな。ごめん、そうだよね。僕らは全てが終わるまで、もう振り返ることも、立ち止まることも許されない。そろそろ行こう。みんなが待ってる、宴の始まりだ。リーグ、逃げててもラチが開かねえ。始末した方が早そうだ。だな。こいつをバティたちのところに連れ帰るわけにもいかないしな。お互い聞いたこともない国の者同士が今こうして返している。なぜ戦わなければならないの？そんなことできるわけないじゃない！あの日はあんたが俺に出会った日だ。俺はあんたのことなんて10歳の頃から知ってたぜ。ええ、ビーグ、あの人たちが知らないものを私たちは知っている。お前と二人で戦場を駆け抜けたのはいつだったっけな。大の男が、しかも王の牙の二人が何も結果を出せませんでしたじゃ情けないわ。それだけが唯一クシナと共にいられる道だから。もうシャキッとしなさいよね。弱気なアユタらしくないわよ。あなたは多少威張ってるくらいがちょうどいいのよ。見てみたいんです、人の子が誕生するその瞬間を。作った者たちの世界はこのクオリアによって完全に消滅した。そして次はこの世界の番だ。この世界はほどなくして完全な終焉を迎える。クオリア、世界を喰らうことは存在意義とする全生命の天敵だ。世界を飲み込むほどの化け物と向き合ったぜ。何を？じゃあどうすればいいんだよ。俺はお前らを守りたいんだ。敗者には絶望しか訪れない。だから僕は勝ち続けなければならない。永遠に。単純にどっちが強いか確かめようぜ。俺とお前、最後まで立っていたのが勝者だ。私、あなたのこと大嫌いだったのよ。来なよ、とどめを刺してやる。バティと思うわ。俺が面倒を見てやるから安心しな。オムに伝えなければならない思いがある。ひざまずくわけにはいかない。立ち続けなければならない。あんたに認められたこと十分誇ってるさ。